号巨人ドラ1ルーキー浅野翔吾、1年目から1軍で通用してしまうわらわらわら。さすが世代ナンバーワン野手。なんでこんな逸材がたった2球団だったのか、プロスカウト廃業だろ。逆だろ、1位指名確実だから抽選避けて回避した球団が多いんやろ。やっぱ本物だわ浅野は。どこだから打つのは本物やわ。打球が速い。浅野このまま来年1軍固定で使えるなこれ。不作年なら外れても同じの精神で特攻した巨人の勝ちやな。ホームラン以外はちょっとラッキーな当たりが多かったけど、さっきのはクリーンヒットやったね。お声とは何だったのか。浅野と秋広いるの見てて面白いわ。センターずっとおらんかったけどようやく出てきたな。水野スカウト部長とかいう神。2軍でも最初あかんかったのに1軍で打てるようになるって適応力が高いんやろな。地味に戦力になってんな。さすがに新人王の資格失うかな。浅野316角脇、246森下、233、一番最初に指名宣言して取って活躍とか、これかっこよすぎやろ。高卒野手1年目ドラフト1位で活躍だからな。未だに浅野は吉野と同レベルって言ってる奴がいるのビビる。浅野はプロやと中距離って言われてたけど、松田で打ったの見ると20本は超えれそうやんな。今日のぐらいの選手になれそう。大松井、坂本、岡本、そして浅野。18歳がヒット打った後ろでバントに四苦八苦する北村の情けなさよ。浅野は確実に吉田正尚になれるわ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。